で円錐を書いてみようと思います。まず円錐にするには何を回せばいいかって考えるね。はい、直角三角形を回せばいいんじゃないでしょうか。ね。はい、まずは正三角形の高さを軸とする円錐E を書いてみよう。はい。2。今度は、トライアングル、ワンと。はい。今度はレフトターン、90度と。そして、FD 前に100いって、ライトターン120度と。そしてここから繰り返しリピートを2回。何を？前に、はい、200いきます。200いきます。そしてライトターン、ライトターン、はい、120度、ポチッとな。で、前に100いってからのライトターン90度。そして、はい、出来上がりと。トリワンスタート。できました。それではこれを回してみたいと思います。円錐を書くプログラムを作ってみたいと思います。まず、リピートだね。18回、ちょっと閉めとこう、閉めといて、18回なんで、はい、トリワンを書いて、18回繰り返すってことは、360度回すには、ライトロール？え、20じゃないの？なんで10でいいんだよ。本当にいいのか？じゃあちょっと一応やってみようか。セット、スピード1÷2と、円錐、ほいほいほい、横から見てるからあんまり動いてるのがよくわからないね。でもなんか書いてるっぽいんだね。でもこれ180度にしかなんないから、こっち側だけしかできてないんじゃないかな。本当にいいのかな？ちょっと裏側が、ハリボテじゃない？ハリボッターじゃないか？ちょっと信用できませんな。なんかでも動いてるね。動いてるね。じゃあまあちょっと一回消して、ちょっとまだ信用できないんで、角度を変えてみましょう。36度とかダウンして、そして、レフトターン45度。ポチッと。はい。だいぶ角度変わりましたね。この方向に、セット、スピード、
1÷2 で円錐と僕らが生まれてくずっとずっと前にはもうアポロ11号はアポロ11号のこれは着陸船なのか、これの先にくっついてるのが着陸するんじゃないかな。あ、違う。これは、あれだ。地球に帰ってくるときにこれに乗って帰ってくるんだよ。ね。だからこれは、まだ月の周りを回ってるやつなんだね。はい、ちゃんとできてましたね。なんでだろう、180度なのに。不思議だ。じゃあ本当にできているのか、もうちょっと大きくして考えてみたいと思います。一回ペンアップ、そしてムーブアップ。500アップしてる。手前に来てるね。そして角度をつけてダウン45度、そしてライトターン60度、そしてここでペンを下ろしてるから、だいぶ手前に来てるはずだよ。見てみてみて、ほら、だいぶ大きくなったでしょ。で、この角度で、この大きさでスタートすると、はい、セットスピード、1÷2と、はい、円錐と、ほら、いっぺんに両側書いてるから180度もあるだけで裏側も書けちゃってるっていうことが、これ見ると結構わかる感じがするよね。それも考えて18度ずつ10回、あ、違うか、10度ずつ18回回してるっていうことがわかるわけだ。よいしょ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 。円錐完成です。